Japan Cup, the final.花という人の心を癒すことのできる素晴らしいパートナーと一緒に仕事をしています。震災から1年以上が経ちましたが、被災された全ての皆様に花を楽しむ豊かな時間が戻ることを願って、このフラワードリーム2012を開催いたします。同時にフラワードリーム2012は全国の各関係者、消費者が幅広く結集し、素晴らしいデザインと技術や新品種、新素材など様々な切り口から国内外に広く花のある生活の提言と花送り、花飾りなどの花文化を発信してまいります。そして今回の入場料、売上金の一部、会場内での募金を義援金として日本赤十字社を通じて寄付させていただくことになっております。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さて、このジャパンカップを手にするために全国各地で行われた予選や選手権を勝ち抜いた89名が昨日全国より集結し、フラワーデザイン展示競技を行いました。その展示競技で選抜された20名がセミファイナルを戦い、最も優秀と認められた10名のファイナリストが決定いたしました。そしてフローリスト日本一の座ジャパンカップをかけて、これより最後の戦いが始まります。それでは初めに一般社団法人 JFTD 会長並びにジャパンカップ競技委員長川並博之による開会宣言を行います。川並会長お願いいたします。ただいまよりフラワードリーム2012ジャパンカップザ・ファイナルを開会いたします。川並会長ありがとうございました。10名のファイナリストをご紹介いたしましょう。平本拓也さん、エントリーナンバー8
銀座店丹羽秀幸さん。エントリーナンバー10番佐賀県唐津市福花製菓店福見雅也さん。以上10名のファイナリストにより栄えあるジャパンカップの競技が行われます。ファイナリストの皆様に大きな拍手をお送りください。それでは選手の皆さん、競技で使用する家財・資材のリストが各テーブルの上に置かれています。今から3分以内にリストに記載されている家財と資材があるかをチェックしてください。万が一リストに書かれているものがない場合は手を挙げてその場で競技員に知らせてください。それでは開始してください。残り1分です。選手の皆さんは家財のチェックを終了してください。それではファイナル競技のテーマを発表いたします。テーマは A Journey to Rebirth 復活旅立ちです。60分でディスプレイ1作品を作っていただきます。ファイナリストの皆様、準備はよろしいでしょうか。それではジャパンカップザ・ファイナル競技開始。競技について解説をしてくださいますコメンテーターをご紹介いたします。どうぞステージにお越しください。コメンテーターは一般社団法人 JTB 公式審査員の金沢茂さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、
さあ金沢さん、いよいよ始まりましたね。始まりましたね。これで、うん、内閣総理大臣賞1位が、はい、この中から生まれるわけですよね。そうですね、はい、日本一のトップフローリストを目指して行われるこのファイナル、はい、今選手の皆さんどんな気持ちでいらっしゃるんでしょうね。多分この資材を見て、うん、家財を見てどうしようかなと、うん、多分頭の中はいろいろ巡ってると思いますよ。そうですね、はい、本当に目まぐるしくいろんなことを考えていらっしゃると思うんですが、はい、今日のテーマですね、はい、A Journey to Rebirth、復活旅立ちというテーマですが、はい、このテーマについて金沢さんどう思われますか。きっと今の日本のこの未来を現状を多分表現されているのかなと、提出者の意図としてね、きっと、そのような気がいたします。はい、先ほどもお伝えしましたが、このフラワードリーム2012は復興支援イベント、はい、ということも ね、位置づけられておりますので、復興への願いを込めて、このタイトルがついたということになるんじゃないかと思いますけれども、はい、まあ、今日も2人を、うん、東北の方が2人ほどいたのかな、2名ほどね、頑張ってほしいですね。はい、そうですね、そしてですね、今日使われます、花材ですね、当然、はい、今いらっしゃる会場にいらっしゃる皆さんは何を使うのかなというのはまだ見えていないと思うんですが、ぜひ金沢さんの方から今日の花材について教えていただけますでしょうか。はい、多分皆さん今こうね、資材の方一生懸命こう考えてて、はい、まだ花材の方についていないんですけど、そうですね、ちょっとお話しさせていただいてですね、はい、出てあれのシーンちょっとお話しさせていただきますね。まずエルムレスという、まあ、今の季節のお花で、はい、結構背丈のある細長いお花がエルムレス、はい、あまり聞き慣れないようではあるんですが、フローリストの方にとってはよく使う花材なんですね。はい、今ちょうど季節なのでシーズンかなり、はい、お花なんで、これ、ね、結構目立つお花なんですね。エルムレス、はい、はい、黄色いお花です。黄色のお花だそうです。はい、次がクルクマという、クルクマ、はい、これも、まあ、今結構今の季節旬の花ですね。はい、はい、これは何色なんでしょうか。これはね、ピンクになります。ピンク色、はい、まあ、クルクマ出てくれば、うん、ちょっと背丈のある可愛い頭にピンクのお花がついてね、可愛いお花ですよ、うん、はい、で、この後は毛糸、毛糸出てわかりますか、ね、そうですね、ご存知の方は、はい、はい、まだなかなかね、新聞紙の中が見えてこないんですけども、そうですね、あとはこれも結構もっと通年で、また今お花屋さんでも結構人気のあるダリア、ダリア、はい、はい、これも今ブライダルだとかものすごくよく使われるようになりましたね。はい、生産もかなり増えてはきております。はい、これもダリアのピンクが入っております。ダリアピンク、はい、はい、であとはヘリコニアというお花で、これはまたちょっと輸入されたお花だと思うんですが、はい、ちょっと新聞紙の方からやっぱりこう赤いちょっと鶏のトサカみたいなお花、はい、はい、これは結構長いお花なんですね。長めの鶏のトサカのような赤いお花、うん、はい、まあ、はい、ちょっときっと出てきたら、うん、あ、これかと、また教えてください、はい、エルコニアというそうです、はい、はい、そしてあとは葉物になってきます、イタリアンルスカス、はい、ストレチアの葉っぱ、これストレチアって極楽鳥花って言うんですけど、普段結構お花使われるんですが、今回はあえて葉っぱが入ってますね。お花は入っておりません。はい、はい、これ僕も結構個人的に好きな葉っぱですね。はい、はい、出てくると思います。そしてモンステラの葉っぱ、はい、これは昨日のセミファイナルでも出ておりました。モンステラ、そうです ね、はい、そしてレザーパック、うん、これが葉物になってきますね。はい、で、この後またアンスリウムという、アンスリウム、はい、ちょっと平べったいお花でね、割と丈がありますかね、はい、花の大きいのかな、きっとまだ出てこないんですが、はい、アンスリウムの赤、うん、で、アジサイのピンク、アジサイのピンク、はい、アジサイですね、今もね、で、ヤツデの葉っぱというまた手を広げたような葉っぱなんですが、これも入っておりますね。なるほど、うん、今回はだから昨日は枝物が入っておりましたけど、今回は枝物がなくて、多分葉物が結構メインになってきますので、この葉物の見せ方をね、皆さんどうやってされているのかなと、はい、昨日のセミファイナルでは葉物、はい、枝物が非常に多くて、
て緑が多くてというのが特徴だったと思うんですが、はい、今回は、セミファイナルでは21種類の花材が提示されていたんですが、今回は12種類になってますね。12種類ということで少し花材が少なくなりました、はい、これはやりやすいでしょうか、やりにくいでしょうか。この中からですから、きっとでも昨日は花束とアレンジメント、今回はこの、これ丸い支柱を立てて3つ使っての1作品になりますから、きっとこの中から自分の中でチョイスしながら、多分考えていくんじゃないかなと思います。多分みんな今この骨組みをね、やっぱりこれを考えてる、すごく状況で、多分まだお花までね、きっとこれからオアシスが吸水性スポンジね、それのセットが、あるわけで、なるほど、これから吸水性スポンジ、多分皆さんもベテランだからきっと、ここにちょっと時間費やすのかなと、お花さす時間はねきっとね皆さん手早いからなんとかできると思う。多分これが一番大事な作業になってくると思います。このディスプレイ作品の中では、今のこの作業ちょっとパッと見るとフローリストには見えない作業ですけれども、でもいろいろ会場装飾だとか、こういったことも私どもやりますのでね、こういったものを使っていろんな大きな空間であったりホテルであったりいろんなところにも飾り付けする一つの応用エリアになるのかなというふうに思いますね、やはりまずは土台からということですね、会場にいらっしゃる皆さんも今日の、この資材ご覧になって、自分だったらどんなディスプレイ作品、どんな土台を作ろうと、いろいろ思いを巡らせていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、金沢さんがおっしゃる通り、ここがとても大事な作業なんですね、ここ大事ですね、でももう皆さん本当にこう考えながらなんでしょうけれども、テキパキと手が動いていらっしゃいますよ ね、よどむことなく、でこの後多分スポンジがセット終わりましたらば、きっとお花の方で、どういう自分の得意なパターンにいかに持っていけるかというのも一つの、オアシスのセットの吸水性スポンジのセットで決まってきますからね、デザインもね。もうこの作業はじゃあ一瞬たりとも気が抜けない作業ということになるわけですね、皆さん着々と作業が進んでいます。ぜひ、皆様会場全体の様子、それから、上のスクリーンにも選手のそれぞれの手元表情などが映っていると思いますが、どちらもねご覧になりながら楽しんでください。そうですね、ディスプレイの作品というのはかなり大きなものになりますよね。そうですね、このスタンドもね結構大きな太さが違うのかな、太さが違う、3本のスタンドで背の低いスタンドと3本出ておりますからね、この使い方も、皆さんそれぞれ、スタンドのこのすだれ、すだれもこれね、すだれが今日は資材の中に入ってるんですが、すだれはよく使えますか？ねえどうなんでしょう、でもその夏のね雰囲気はすごく出てきますよね。本当そうですよね、季節感だとか夏のイメージをしてますので、こちらの方からきっと提出されたんでしょうね、そうですね、まあでもすだれというと非常に和風なイメージがありますけれども、そうですね、この花材との組み合わせという意味ではどうでしょう、面白い作品、面白い作品、そうですか、お花のね和もあれば洋もあれば、この組み合わせと、そのすだれの使い方でまた変わってきた、変わってくるんじゃないでしょうかね、作品がね、着々と進んでますね、本当にこうすだれの使い方一つとっても人によって本当に全然違うんです ね、穴が開きましたね、本当ですね、ね、ああいう作業もあったんですね、窓が開きました、から何が見えるのか、あるよ見えないのか、またカットされてる方もいますよね、ハサミの音がチョキチョキとすだれをカットしておりますね、でも本当にフローリストの作業というのは力仕事だったり大変なお仕事ですよね、そうですね、結構忍耐、体力、
はい、必要ですね。体力、気力、両方、特にこういう競技になりますとね、やっぱり集中力を切らさないというのも非常に大事なことかなと思いますけれども、金沢さん、ご自身もこういう競技会には出場経験、大変豊富な方だと伺ってますけれども、もう60分なんていう時間は、あっという間ですか？あっという間です。あ、そうですか。昨日もね、あのセミファイナル見てましてね、きっとみんなドキドキしてやってるんだろうなと思いながらね、ひと事とは思えないということでしょうかね。きっと従業員の方、身内の方がね、応援してる、みんな母がドキドキしながら見てるんでしょうね、きっとね。そうですね、ご家族の方、ご友人の方いらっしゃるんじゃないかと思いますね。また昨日ね、セミファイナルに進出して、惜しくもファイナルに残れなかった方も会場に行って、よし、応援しよう、見てやろうっていう気持ちでね、真剣に見てくださってる方もいるんじゃないかなと思いますが、みんなここを目指してますからね。そうですね、もう本当に日本全国のね、あのフロリストをここに、この最後の10名に残ることをどのくらい夢見てるかっていうね。そうですよね、全国の地区予選などを勝ち抜いて、89の作品が今皆様が座ってらっしゃる工房に展示されてますね。その展示競技89作品の中からセミファイナルに進んだのが20名、そして厳しい審査の結果、今ステージにいらっしゃる10名が選ばれた。今年の2月、早いところでは昨年からで、遅くても4月までには予選会が終わってたわけですね。日本を11ブロックに分けて、その中から選ばれて、チャレンジして選ばれて、ここに89作品、末端は何百人出るんですね。そうですよね、予選会から入れますとね、その裾野の広さ、本当にまさに頂点に上り詰めてきた人たちということですよね。間違いないのは、この中から優勝者1人出るんですね。そうなんです、本当にね、皆さんのこの額の汗を見ると、皆さんに賞を差し上げたいんですが、今日ジャパンカップを手に入れることができるのはたったお一人だけですね。そして内閣総理大臣賞が授与されることになっています。そうですね、本当に、日本の頂点、この60分で決まるわけですね。そうですね、そしてですね、この厳しい、非常に裾野の広い全国の予選を勝ち抜いて今ここにいらっしゃる皆様には、実はこの先にも道が開けているんです。金沢さんご自身も経験者だということなんですけれども、どういった道に進まれるんでしょう。この上位、過去5年の上位成績優秀者を、これポイントがちゃんと付けられておりまして、そのポイントの高い、過去5年間のポイントの高い10名を選びまして、来年もね、8月に京都でグランドチャンピオン選手権、グラチャンで僕たち呼んでるんですが、過去5年間の選ばれし10人が、それこそ今度は世界大会とかアジアカップだとかっていう国際競技へ出場する選手をその中から選びます。グランドチャンピオン選手権という選手権が来年の8月に行われるということなんですね。京都の方で行われる予定になっております。じゃあ当然今日優勝された方、また過去の大会でいい成績を収められている方がその候補になるということなんですね。それでまだまだ ね、もう1回だけチャンスあるんですよ。もう1回チャンスがある、っていうのは来年の4月、今までずっとこの6月な7月の時に、今日行われておりますフラワードリームが来年4月になります。皆さんいつもね、このフラワードリームは6月の末から8月の最初ということで決まってるんですが、来年は4月に開催が決まってるということですね。来年は4月、来年の4月のまでポイント入りますので、じゃあ来年の4月このフラワードリームで素晴らしい成績をこのステージに残れば、チャンスはまだグランドチャンピオンの方のポイントありますので、来年の4月までもう一度チャンスあります、この会場にいらっしゃる皆さん、ステージにいらっしゃる皆さんもちろんですが、まだ
クラちゃん、グランドチャンピオン選手権に出るチャンスが残っているということですね。そして日本を飛び出して世界へ羽ばたく、そうですね、世界、はい、アジアカップへの道が開けるということなんですね、はい、日本の代表する選手を決めるんですね、はい、フローリストの夢は終わらないというね、はい、アジアに向けての道が開けているということなんですが、金沢さんご自身もアジアカップに出場されているわけですけれども、どうですか、世界大会というのは。また違った意味で緊張しますよね。そうですよね、はい、またいろんな世界各国から、またアジアの皆さんもね、うん、今日もあの台湾の方、はい、あの韓国の方、みんな結構皆さんやっぱり見に来られてね、うん、あのいるんですよ。そうですね、はい、今日も本当にね、海外から広くお客様が来てくださっていて、今こちらの会場で一緒に日本の技術を見てやろうということでね、見てくださっているんじゃないかと思いますけれども、はいはい、だからここのジャパンカップもさることながら、はい、この上の村ちゃんに出たいっていうのはやっぱり、夢なんですよね。そうですよね、はい、いつかは村ちゃん、はい、いつかは村ちゃん、そしていつかはアジアカップへという、ね、世界へ、ね、世界に向けて羽ばたいていくということです ね、はい、ね、まずこれも一つの登竜門になってますのでね。そうですね、はい、ぜひまたあの今回ね20名選ばれてまたダメだった方、入選できなかった方もまだ来年まだポイントありますので、はい、そうですね、はい、また目指して頑張ってほしいと思いますね。ぜひねこのフラワードリームから羽ばたいてほしいなと思いますが、はい、金沢さん、こうして見てますと、うん、選手の皆さんそろそろ飾りを手にし始めた方がいらっしゃいますね。ですね、はい、土台はまあほぼ完成かなという感じでしょうか。で皆さん大体ね、もう今お会いし吸水スポンジのセットも大体終わったような感じでしょうかね。そうです ね、はい、ちょうどね私たち横から見てるものですから、多分会場の皆さんの方が全体の動き大体どれぐらい出てきてるかというのはお分かりになるかなと思いますけれども、ね、うん、はい、はい、もうお花をね差し始めた方、うん、グリーンを手にしている方、うん、もうセットはほぼ終わったようですね。そうですね、こちらから見てる限りね。そうですね、一番大事だと金沢さんがおっしゃっていた土台作りの部分はほぼ、ね、選手の皆さんある程度の形になったといったところなんですね。さあ、はい、次々と花材を手にされて、はい、ここからどんな世界観が広がっていくのか、まだまだ形は見えてきませんけれども楽しみですね。この後は楽しみですね。本当ですね、本当にまだ全然やっぱり見えてませんもん ね、 ね、お花もね入ってないし、刃物も入っておりませんので、うん、はい、やっぱり夏らしい非常に涼しげな印象のね、うん、ある作品になるんではないだろうかという感じがしますけれども、すだれのポイントが結構大きいですね。そうです ね、 ね、はい、ね、でもこのあの鉄のパイプもね、うんうん、スタンドになったり、はい、はい、まあ、ベース皆さん立ててる人が多いのかな。そうですね、そうですね、その全部使ってる方ももちろん他のいらっしゃいますけれども、連結させたりだとか、はい、また独立させたりだとかっていうことで、うん、本当に個性がやっぱり出ますね、はい、これあの飾る展示スペースが下に、ね、きっと皆さん見えないかと思うんですけど、1600の1900という、はい、あの枠ができておりまして、その中に今ディスプレイされてるんですね。あ、なるほど、はいはい、実は、まあ、ちょっとステージ上ではないと皆さんには見えないかもしれませんが、選手の皆さん、そうなんですね、場所というかエリアというか、はい、全部ちゃんとテープによって区切られているんですね、はい、そこからはみ出してはいけないということですよね。そうですね、うん、はい、はい、非常に、まあ、その辺は気をつけてほしいなと思いますけどね。厳格な決まりの中で皆さんあの競っていただいているということになりますが、はい、うん、今エルブレスが立ちましたね、あの丹羽君の9番かな、はい、あのね、背の高いスーッと伸びた槍みたいなお花、はい、今の旬のお花ですね、はい、エルブレス面白い形ですね、ね、あれ綺麗に、ね、黄色、真っ黄色になるんですよ、上まで咲いていってどん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 。そうなんですか、は
はい、まあ、まだつぼみですけどもね、下の方はちょっと咲いてますが、はい、立ちましたね、エルブレス。そうですね、あんなに高さがあるものを、さらに高いところへというね、非常に大きなスケールですよね、はい、はい、高さが出ましたね。で今6番の方が指しているのはストレージャーの葉っぱ、はい、あれだけでストレージャーの葉っぱ何人か持ちましたかね、うん、はい、これもきれいなね、はい、スリリングなスタイリッシュな葉っぱなんですね。うん、はい、スタイリッシュな葉っぱ、今ね、大きなスクリーンに映っていますけれども、はい、これまたドライフラワーにすると今度はきれいなカールになるするんですね。あれドライフラワーになるんですか。なるんですよ、これまたきれいなカール、本当にきれいなカーブを描くんですよ。はい、そうなんですか、はい、ぜひまた見てください。はい、ありますのでね、勉強になります。はい、まあ、この辺もね、使い方によってはどういった使い方をするのかなというところも大きなポイントになってくると思いますね。そうですね、はい、あ、皆さんの作業が着々と進んでいますね。はい、汗出てますけど、選手の皆さんももっともっと緊張されてね。本当にそうですよね、皆さん本当に大きなタオルで、ね、本当に汗を拭いながら、緊張の汗、はい、そしてね、やはり動いている、ね、このまたライトを浴びながら作業するというのも本当に汗かきますよ ね。ちょっと暑いかな、でも ね、 暑いですね。この終わった後のまたそのほっとしたその、ね、この充実感というのもあるんですよ。そうです ね、 ね、1分1秒まで悔いがないようにやりきっていただきたいですよね。ですよね、はいはい、60分間長いようですが、選手の皆さんにとっては本当にあっという間の時間だと思います。はい、そうですね、あっという間の時間なんですよ ね、 本当ですよ ね、 ね、はい、さあ、では昨日もセミファイナルに残られた皆さんのコメントなどをご紹介させていただきましたけれども、はいはい、あ、まあ、順番に今日このステージにいらっしゃる皆様をご紹介していこうかなと思っております。競技者プロフィールということで、皆さんにアンケートと言いますかね、実際に書いていただきました、はいはい、まずはエントリーナンバー1番は群馬県の草津町から来てくださいました、はいはい、はい、草津フラワーの土屋和隆さん、はい、セミファイナルに残られた時はやっとセミファイナルに行けたというふうに書いてくださいましたが、その20人の中10人に残りました。今回は運が良かったと書いてくださってますけれども、いやいや、運だけではないでしょうけどね。そうですよね、はい、謙遜もあると思いますが、毎日いろいろな鍛錬を積まれてこの場に立ったと。フローリスト歴は10年だった、はい、ということです。あ、もうね、経ちますね、はい、うん、フローリストになって良かったことは、お客様に喜んでもらえる、こうおっしゃるフローリストの方が本当に多いですよね、はい、お花と向き合いながら、またお客様とも向き合っていらっしゃる、やっぱり日々の仕事の充実感が伝わってきますよね、はい、ちなみに土屋さんの趣味は山登りということで、とことん自然が大好きな方ですね。周り、うん、ね、草津ですからね。そうなんです、ね、草津温泉なんですよね。草津温泉なんです。本当に地元大好きな方のようで、また草津温泉をアピールできてよかったです。強いとこ一度はおいでというふうに、はい、ジャパンカップへの意気込みを語ってくださいました。はい、本当に草津温泉も愛してやまない、うん、エントリーナンバー1番の草津フラワー、土屋和隆さん、はい、まあ、彼も今お店を継ぎながらね、こういったコンテストに出てきまして、まあ、彼もJFTD 学園の卒業生なんですね、はい、学園がありましてね、うん、でやっぱりそちらの方に学園のブースもあるんですが、やっぱりジャパンカップに出場された、ね、過去卒業生がこう活躍してくれてるのがすごく、だから先生方がすごい喜んでおりましたね。そうですよね、はい、教えようがやっぱり力をつけて羽ばたくっていうのは何よりの喜びですよ ね、 ね、まあ、僕の方も、はい、僕のところから1時間ぐらいで行けるところなんですね、彼のところが。そうですか、はい、予選会も同じブロック内なので、うん、今年彼が出ていただくと少し強敵が1人いなくなったということで、予選の中ではちょっとほっとしておりますが。そうなんですね、はい、頑張ってほしいですね。土屋さんはですね、はい、得意のデザインは和風
ということですから、うん、このすだれは土屋さんにとってはちょっと嬉しい段階かもしれないですね。かもしれないですね。和風が得意なエントリーナンバー1番の土屋さんさ、どんな作品が出来上がるんでしょうかね。ぜひ皆さんね、期待してご覧いただきたいと思います。頑張ってください、はい。さあ、そしてお次はエントリーナンバー2番、山形県の佐賀市からお越しくださいました、はい、花泉の大泉拓也さん、はい、セミファイナルに残った感想はやったということだったんですが、うん、今回この最終舞台に立って夢のようです、嬉しいです、ね、本当に気持ちが伝わるコメントをくださいました、はいはい、お家がお花屋さん、うん、家業だったのでということなんですが、はい、花屋の友人が増えたことがとっても嬉しいんだというふうに書いてくださっています、はいはい、そして、得意なデザインは特になしと書いてくださったんですが、ということは全部得意ということですかね、裏返せばね、バランスがいいんでしょうね、今にっこりと笑われましたけれども、ちょっと聞いてくださってるんですね、はい、ありがとうございます、うん、さあ、そして昨日もですね、東北人頑張るぞというふうに書いてくださいましたが、そうそうね、やっぱり今日も東北人として頑張りますというふうにいただきました。きっとふるさとの、ね、皆さんもこの会場で応援してくださっているんではないかなと思います。そうですね、エントリーナンバー2番、山形県佐賀市の花泉大泉拓也さんです。ぜひ頑張ってくださいね、彼も、ね、若手で今あの東北の方ではね、結構あの頭角を出しておりましてね、これから東北の若いフローリストを、ね、引っ張っていく人材になっていくような気がします。そうですね、はい、頑張ってほしいですね、はい、頑張ってください、はい、さあ、そしてそのお隣です。エントリーナンバー3番、岐阜県の美濃市からお越しくださいました、はい、フラワーショップ花屋に八木歩さん、はい、八木さんね、はい、セミに残った時はですね、ファイナルに行けるといいなという非常に謙虚なコメントを寄せてくださったんですが、はい、いざこの決勝の舞台に立った、楽しくお花を刺したいです。はい、昨日ちょっとね、夜お話しする機会があって、あ、そうですか、お話を聞きまして、まあ、彼は、まあ、あの今岐阜県の岐阜の方ではね、あのホープだ、これから彼も頑張ってくれるんだろうと、今あの岐阜県のホープですって言っておりました。で、自分も、あの気楽な順位にいるので、ちょっと貢献したり楽しんでみようかなと、なるほど、気持ちはちょっと楽なようなことを言っておりましたけど、でも、なしはドキドキでしょうけどね、あ、そうですよね、なしはまたね、ちょっと違うかもしれませんけれども、はい、でも楽しんでお花を刺したい、そういう、ね、覚悟に、昨日のセミファイナルから今日のファイナルにまた少し気持ちが変わったということなんですよね、はい、そうですね、でもフローリストになってよかったこととして、このような場所に立たせてもらって本当に嬉しいです、とってもお人柄が伝わる謙虚なコメントを頂戴しています、ね、初めてのこのベスト10に、ね、登られたということで、すごく喜んでおりましたね。そうですね、はい、頑張ってほしいと思いますね。初めてのファイナル、どれだけ緊張されていることかと思いますけれども、まあ本当に汗びっしょりですね、でもだいぶ出来上がってね、形が少しずつ見えてまいりましたね。そうですね、はい、背中にもね、 T シャツの背中にもびっしょりと汗が滲んでいますけれども、はい、好きな得意なデザインはこんもりとカゴにお花を盛るのが好き、ね、お花を生けるのが好きですというふうにいただきました。趣味は山登り、山男でいらっしゃいます、はいはい、山好きなんですね。そうですね、ちょっと自然が大好きなんでしょうね、きっとね。そうなんですね、はい、そしてジャパンカップへの意気込みとして、とりあえず楽しみたいです。あ、そうですね、同じこと言っておりましたね。そうですね、本当ですね、はい、頑張ってほしい、ぜひ ね、はい、はい、本当に初めての大舞台ということで、うん、ぜひ力の限り尽くして頑張っていただきたいと思いますね、はい、さあ、そしてエントリーナンバー4番、ステージ向かって一番右側ですね、はい、はい、三重県伊勢市の宝華園山口義之さん、フローリスト歴23年ということで、はい、頑張っていらっしゃいますね、はい、ジャパンカップザファイナルへの出場が決まって嬉しい、頑張るぞというふうに気合を語っていらっしゃいます、ね、フローリストになったきっかけはお花が好きだったからということなんですね、はい、好きなんですね、お花がね、うん、はい、昨年山口さん、ただいま競技開始から30分が経過いたしました。競技終了まであと30分となります。はい、あ
と30分30分ですよ、ね、皆さんもうあっという間に折り返し地点に来てしまいました、ね、早いでもまだ30分ありますからね。そうですね、まだ30分、はい、あります、はい、そうですね、ここからはどんな30分にしていくべきだと先輩としてはアドバイスされますか？いやいや、アドバイスというよりはもう、うん、先ほどおっしゃられた悔いのないようにね、こうすればよかった、あすればよかったというよりは、うん、やり遂げたぞという気持ちになってほしいですね、うん、そうですね、うん、この30分で本当に皆さん力の限りを尽くされると思います、うん、さあそして途中になってしまいましたけれども、はい、山口義幸さん、お花が大好きだったからフローリストになりましたということなんですが、実はですね、金沢さん昨日もセミファイナルに出場された時に観客席に子供がいるので頑張りますって書いてくださったんですね。お子さんが見に来てらっしゃるのか、はい、もしかしたら山口さんのお子さん今日もこの会場の中でお父さんのお仕事をドキドキしながら見てるかもしれないですよね、うん、でもこういった姿をなんか子供に見せてあげられるって幸せですよね。かっこいいですよね。かっこいいですよね、はい、お父さんきっといい顔してますね。かっこいいですよ ね、なんか昨年も確かステージ上がられて、ね、いらっしゃって優勝されてるということで、はい、ここで2度目ということらしいですね。そうですね、はい、はい、頑張ってほしいと思います。このステージに立てたということですが、ご家族の応援を受けてぜひ頑張ってくださいね、はい、はい、そしてステージ上の段に移ります。エントリーナンバー5番は福島県の二本松からいらっしゃいました花の近見武人さん。はい、ね、日本松福島県のね、うん、そうですね、はい、本当にいろいろな思いを持ってこのステージに来てくださってると思いますが、この決勝の舞台ザ・ファイナルに残って信じられません、うん、っていうね。でも結構彼は準優勝もされてますし、前回のグラちゃんにも出てますし、ベテランなんですけどね、はい、ちなみにフローリスト歴は14年ということ で、はい、そうですね、やはり実家がお花屋さんだったそうなんですが、うん、はい、でも何よりも花屋の友人が多くできたことが嬉しいと語っていらっしゃいます。今日どうでしょう、会場にもね、近見さんを応援していらっしゃるお友達の方がたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、はい、昨日セミファイナリストから、まあ、ファイナリストにファイナルに残られた方を発表したんですが、近見さんのお名前を聞いたらわーっとね、会場からご友人の声だと思いますが上がっていました。さあ、得意なデザインですが、近見さんの場合は自然を生かしたデザインということなんですね、はい、そうですね、そうですね、で素敵な作品が出来上がっているようですけれども、はい、好きな色はグリーンということで、グリーンはしらいもお得意なんでしょうか ね、グリーンいっぱいありますからね、はい、そうですね、そしてジャパンカップへの意気込みとして、地元福島が元気になるように頑張りたいです、ね、頑張ってほしいですね。そうですよね、はい、ぜひ地元のためにも、ね、うん、頑張っていただきたいと思います。また彼もね、本当に東北の方では、うん、すごくさっきの大泉君と同じ、はい、若手を引っ張っていって、うん、いける、ね、これから の期待する、ね、そうですね、と思います。頑張ってほしいと思いますよ、はい、福島の期待の星、うん、でも本当に皆さんそれぞれに地元で活躍してらっしゃる皆さんが、はい、このステージにやっぱり立ってるんだなっていうのがよくわかりますよね。こういう姿を見てまた後輩たちが自分もいつかはこのステージにっていう思いが強くなるんですよね、うん、そうですね、はい、本当に憧れの、ね、大会ですもんね、はい、そんな、さあそしてエントリーナンバー6番は東京都世田谷区の有華園永田大地さん。昨日のセミファイナルでは焦らず頑張りますというふうに、いただきました。今回は満足のいく仕事ができるように頑張ります。はい、満足のいく仕事がっていうのがいいですね、うん、本当ですよね、はい、喜んでいただくのが当たり前かもしれませんが、自分が満足がいく、それもとても大事なこと、なかなかね、満足のいく仕事というのは難しい、ね、はい、プロとしての誇りがやっぱりそういうことを言わせているのではないかと思いますけれども、フローリストになったきっかけはお友達に誘われて、はいはいはい、友達なんで誘われたんですね、誘われたんですね、はい、もう、はい、彼の有華園さんは、うん、やっぱり先ほどちょっとお話しさせてもらったんですけど、やっぱりジャパンカップを制した先輩がいらっしゃいましてね、はい、で彼も初めてのチャレンジ、ジャパンカップのチャレンジで、うん、そして今回
もうベスト10に残ってるという初出場で初ファイナル、はい、すごいですね、そうですね、はい、やっぱりその先輩のご指導というのもあるんでしょうか ね、何かあるんでしょうね、きっと後ろ姿も見てたんでしょうね、いつかはあの子になりたいなっていう、ね、思いがあったんでしょうか、ね、さあ今全体のバランスを確認しました、うん、はい、趣味は音楽ということですが、やっぱり普段から芸術的なセンスを磨いていらっしゃるんでしょうかね、はい、はい、得意なデザインとしてラインを足すものということですね、線ですね、線を足していくということで、はい、今回は非常に、ね、こういう竹があるものもたくさんありますから、はい、いろいろインスピレーションがかきたてられているかもしれないですよね、そうですね、やっぱりあの直線曲線、うん、ね、線の美しさというのはこの中で表現されてくるんですよね、そうですね、はいはい、ちなみに好きな色は赤だということですが、はい、今日はね赤い花材もあります、たくさんありますので、ね、ケイトも赤でしたね、あそこね、赤ですね、はい、はい、これもね上手に人使ってくださるんじゃないでしょうか、はい、フローリストになって良かったことは表現の場が広がったこと、あ、表現者っていらっしゃるわけですよ ね、それ表現する場所が増えて嬉しいんですよね、きっとね、そうですね、きっとこう表現する場所ですからね、まさに格好の舞台に、ね、うん、個性をやっぱり出さなければいけないという表現の場である素晴らしい大会ですから、はい、きっともう本当に黙々とメラメラと闘志を燃やしていらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、ね、だいぶ出来上がってますもんね、そうですね、ずいぶん形が ね、はい、出来上がってきました、はい、さあ続いてエントリーナンバー7番三重県の小物町、はい、フローリスト小物花園の平本拓也さん、はい、ジャパンカップザファイナルへの出場が決まって嬉しいです、本当にシンプルに一言をいただきましたが、はい、フローリスト歴は11年なんですね、フローリストになったきっかけはなんとなく、でも導かれるようにフローリストになってこういう大会に出られるというのはすごいことだな、すごいですよね、もうあの、ね、彼は昨年準優勝されてると思います、はい、はい、ね、もうね、お名前は、うん、はい、ね、ね、でまたここにまたこうして毎年、うん、なんかコンスタントにね登れるってすごいですよね、本当ですよね、はい、またこの本当にあの競技会の素晴らしいところは、まあ、いつも名前が上がる方ももちろんですけれども、あの先ほど唐川さんがおっしゃったように若手がね次から次初めて出てくださって初めてファイナルに進んだ方もいらっしゃったり、本当にこのフローリスト的に関係なくいろんな方が表現の場としてこの大会に出てくださっている、すごいことですよね、はい、まあ、彼の、ね、勤めているところも、はい、やはり世界大会に行った彼がいるわけですよね、そしてそこにまた彼も入って、ね、うん、勉強きっとされたんでしょうね、そうですね、はい、フローリスト小物花園の平本拓也さん、うん、ね、はい、はい、頑張りますのでよろしくお願いしますと、はい、はい、書いてくださいました、うん、ちなみに得意なデザインは自然を感じるような、はい、ということなんですけれども、ね、自然が好きなんですね、やっぱりね、はい、はい、とても今ねユニークな作品を作っていらっしゃいます、はい、本当に皆さん個性が様々で、うん、ね、素敵な作品ばかり、これは審査難しいでしょう ね、もう今審査員の方6名いるのかな、はい、皆さんこうね、いろんな観点からいろんなところから見て点数を決めていくんですけどもね、そうですね、はい、どういったね、あのところを見ていただけるのがね、まあ、きっと、うん、大きなポイントになってくると思いますから、はい、いやでも本当にあのこれをですね審査する審査員の皆さんと審査のポイントで大事にされるところってどういうところなんでしょうか、やっぱり完成度とか、うん、あとはデザイン、完成度とデザイン、はい、でもあと最後にね、あのやっぱり作業がいかに綺麗にできているかというのも大きなポイントになる、多少なってくると思いますよ、作業がいかに綺麗にできているか、厳しいですね、この限られた時間の中で、ね、デザインだけではなくて、私どもやっぱりお花屋さんですから、はい、やっぱり現場に行ってゴミを散らかして帰ってくるわけにはいきませんのでね、はい、やっぱり綺麗な、やっぱりそういうところまで気を使えるようなお花屋さんでなきゃいけないと思いますね、そうですね、はい、皆さんご存知の通り、あのこの競技会が終わった後に実は1分間の清掃タイムがあるんですね、その清掃タイムも実は競技の一部に含まれています、はい、やはりこれはフ
ローリストとしての基本ということになるんでしょうかね。はい、デザインばかりではいけませんよ。もう綺麗な作業態度で綺麗に片付けてね、そこまでやっぱり気を使えるようなローリストであってほしいですよね。はい、はい、まさにプロの仕事ということですね。はい、はい、続きまして、エントリーナンバー8番、兵庫県加古川市のブロッサム、日坂明宏さん。はい、お有名なんでね。そうですね、昨日ジャパンカップを返還されました。去年優勝されているわけですが、はい、セミファイナルに残って一言、胃が痛いって書いてありました。緊張してますとか ね、 ね、そして、ま、今日も緊張してますっていうことなんですが、ベテランになってもやはり緊張はされるんですね。限られた時間の中での作業ということなんですが、フローリスト歴は20年ぐらいということなんですね。はい、きっかけはやはりおうち家業だったから後継いでいらっしゃいます。はいはい、そしてたくさんの友人ができたことがフローリストになって嬉しかったことだということなんですが、はい、ちなみにですね、日坂さんの好きなデザインは自然。あ、はいはい、好きな、はい、好きな花は紫陽花。あ、ピタリじゃないですか。ありました。ありますね、はい、入ってます。このアジサイを今日久坂さんどんな風に使われるのかなっていうのも非常に楽しみですね。うん、彼は本当にこのデザインもすごいんですが、やはり経営の方もすごい一生懸命やられておりまして。あ、そうですか。昨年かな、お店ちょっと大きなね、お店オープンされまして、ちょっと寄らせていただきました。はい、はい、すごい立派な建物を一生懸命頑張ってね、はい、デザインもまたお花屋さんも頑張ってらっしゃると。すごいですね。すごいですね。はい、家業を継いでさらにますますより高いところを、より良いものを目指してお店も、ね、頑張ってらっしゃる、はい、ね、久坂さん、はい、いつも緊張しますって書いてくださいましたけれども、確か3回かな、ジャパンカップ制してるんですよね。はい、はい、去年の優勝の時にはね、壇上で思わず涙されて、はいはいはい、司会をしていて私もついもらい泣きをしてしまったんですけれども、彼は多分ね、僕の記憶ではもうかなり長いんですよ、はい、20年近くになるのかな。ずっとチャレンジされてるっていうその姿がね、大体10年15年ぐらいで辞めていかれる方多いんですが、ずっと続けているというのは頭下がりますね。本当ですね、はい、チャレンジし続けている、はい、その姿勢がやっぱり何よりも素晴らしいですよね。はい、そう思います。はい、昨日ですね、セミファイナルのコメンテーターを務めていただきました高橋浩太さんにも伺いましたけれども、はい、こういった競技会の前、ましてやテーマは皆さん知らないわけですから、はい、そのテーマを聞いてすぐにインスピレーションを膨らまさなくてはいけないと、その緊張感たるや日が近づくに逃げ出したくなるって高橋さんもね、本当高橋さんも頑張ってね、やられてた方ですから ね、 そ、 うですね、その選手の気持ちはよくわかるんですよね。そうですよ ね、 ね、でも高橋さんもおっしゃってましたけれども、やはりこのステージに登っている人たちは決して特別じゃない、皆さんと同じ、私たちと同じ、同じ花屋なんです、そうですね、はい、おっしゃってましたけれども、会場にいらっしゃる皆さんも来年の4月すべての方に門は開かれています。ぜひ、ね、はい、チャレンジしてほしいですよね。頑張ってほしいと思いますね。はい、はい、ちなみに日坂さんの趣味は日曜大工。結構ものづくり好きみたいなものづくりが本当に好きな方なんですね。なんかお店の方も自分で窓枠を作ったとかね、いろいろ見ましたとかって言っておりまして、手作り入ってるっていうようなことも言っておりましたからね。そうですか、はい、本当にね、そのあとにデザインをして自分で手を入れられて作るものを作ることが本当に好きな方だということですね。そうですね、好きなんですよね、はい、さあ本当にね、画面で見てもテキパキと皆さんの作業を休むことなく進んでいます。はい、はい、時間の方も見えてきましたね。そうですね、徐々に進行して、いますけれども、ね、続いてエントリーナンバー9番、東京都中央区加茂フラワーゲート銀座店の丹羽秀幸さん、エントリーナンバー9番です。はい、ですね。さあ時間の方が着々と進行しています。ただいま競技終了15分前です。うん、
15分、あと15分ですね。もう形は皆さん大きな方ね、大体の放送の中で出来上がっては来てますね、はい、そうですね、はい、でもまだ15分ある、そう15分あとありますけれども、うん、この中できっと最後の仕上げ、はい、また15分で形とか、ね、見え方もきっと変わってくる、そうです、ね、ところも出てくるでしょうね。もしかしたらここから劇的に何か変わってくる可能性があるかもしれないですね。はい、皆さんここからの15分にぜひ注目してくださいね。はい、まだ15分ありますからね。そうですね、はい、まだあります、はい、しかし皆さんの手が少し早くなってきたような気もしますね、うんうん、はい、でも決して焦らずに皆さんそれぞれの、ね、作業を進めてください。はい、では続いてご紹介しましょう。今エントリーナンバー9番の東京都カモフラワーゲート銀座店の丹羽英樹さんのご紹介でした。セミファイナルに残られて上からな勝負ですいただきましたけれども、ファイナルに進まれて自分の花が表現できれば嬉しいです。きっと自分の得意な分ね、うん、表現の仕方があるんですよね、きっとね。そうですね、はい、フローリスト歴は18年、はい、きっかけは JFTD 学園に入学されたのがきっかけだというふうに言ってきましたけれども、はい、そうですね、日本の JFTD 学園の、ね、卒業生 で、ね、はい、先生たちすごい喜んでおりましたね。はい、そうですね、20年、JFTD 学園できて20年、21年かな、経つんだけども、はい、やはりここに残られた方っていうのはまだ5人とか6人らしいんですね。そうなんですか。それだけやっぱりすごくこの10人の中に入るということはいかに大変かというのもありますからね。それだけ厳しい競技会だということですよね、うん、はい、フローリストになってよかったことは自然をいつも感じていられる、ね、はい、得意なデザインはシンプルなもの、シンプルデザインが好きだということなんですが、はい、ジャパンカップへの意気込みとして自分らしく頑張ります。はい、あ、自分らしくですね、うん、まあ、丹羽君も3人兄弟いらっしゃいましたね、なんかやっぱり丹羽三兄弟ってなんかもう地元の丹羽三兄弟有名な三兄弟いらっしゃいましたね、さんとね、で、まあ、今日もう一人弟さんの方が出されてた方もいらっしゃいましたし、そうですか、はい、じゃあご兄弟が丹羽三兄弟3人ともフローリストをされている、はいはいはい、すごいですね。丹羽君の西井君の方はこちらの東京の方で頑張ってらっしゃる。なるほど、そうなんですね。お兄さんは名古屋の方かな、名古屋の方で、はい、どちらの方で頑張ってらっしゃるんですね、はい、じゃあご兄弟が同じ仕事を選ばれて仲間でもありライバルもあるというね、はい、それはきっとね、こう切磋琢磨してね、はい、こういったステージ上がってですね、はい、丹羽君ももう本当にベテランの域でこれ何回か登られてますからね、はい、そうですね、はい、もう何回かこの経験を積んでらっしゃるということになるわけですが、はい、自分らしく頑張るっていうのは本当にね、経験者ならではの、うん、はい、結局それがいいんだというようなお言葉にも聞こえますけれども、うん、はい、ね、好きな花がね、バラって書いてあるのね、うん、はい、好きなお花はバラだということですが、今日持ち込み作品の綺麗なバラのつるバラのね、はい、綺麗なお花が入っておりましたけど、すごくバラなんかこだわった、はい、うん、好きみたいですよ、お花がね。そうなんですね、はい、このファイナルにはバラの花はありません。昨日のセミファイナルではね、バラの花がありましたけれども、好きな色は濃いめのピンクだということですので、はい、そういった好きな色も上手に生かされるんでしょうか。さあ、そしていよいよ最後ですね、エントリーナンバー10番の方は佐賀県から来てくださっています。唐津市の福花製菓店、福見雅也さん、福見さんはですね、このザ・ファイナルへ出場が決まってびっくりしてますって書いてくださいました。これから頑張ってね、してほしいですけどね。そうですね、フローリスト歴は18年、はい、そしてフローリストになったきっかけはやはり家業だったというね、うん、お家を継がれたということになるんですが、非常に謙虚な方ですね。好きなデザイン勉強中です。ただいま勉強中、きっと自分の好きなデザインだとかそういったものが見つかるといいですよね。そうですよね、うん、
ただいま競技終了10分前です。はい、10分ですか。はい、はい、ここからの10分は本当にあっという間かもしれません。はい、またこんな風にね、BGM がですね、さらに追い打ちをかけてドキドキ感をドキドキハラハラという10分間、泣いても笑っても残り10分ということになりますが、はい、人によって本当に作業の進行具合もいろいろですけれども、うん、早い方はもう仕上げの段階ということになっているんでしょうかね。はい、まあ、でも決して焦る必要はありません。まだあと10分ありますからね。はい、10分もあります。そうですね、はい、そして、福見さんなんですが、好きな色は明るい色。あ、はい、はい、そして好きな花はカーネーションということなんですが、はい、趣味は多趣味ですって書いてありますけれども、多趣味の内容は書いてくださいませんでしたが、どんな趣味なんでしょうね。多趣味でもいろいろなところからデザインやあるいは色彩感覚といったものをやっぱり勉強されるということが大事、いろんな趣味をお持ちの方というのはそういう意味ではいいことなんでしょうね。あの先輩に聞いたら、やっぱりこのジャパンカップを目指して、はい、やっぱりチャレンジはずっとされてたと、うん、で今回この初めてこのベスト10に登れたということで、はい、きっと嬉しいでしょうね。嬉しいでしょうね、うん、初めてのファイナル入りびっくりしてますと書いてありますが、自己 PR として日頃の自分を出せるようにといただきました。そうですね、平常心ということなんでしょうかね、うん、やっぱりこのジャパンカップ一体誰の手に渡るんでしょうか。今出てますね、はい、あそこにカップが、そうですね、あの下に名前が刻まれているんですね。今までの優勝者、過去歴代のチャンピオンの名前がね、はい、あそこになんとか名を残したい。今ここにいらっしゃる方、会場にいらっしゃるフローリストの方全員の願いですよね。あ、出てますね、はい、ご覧いただけますでしょうか。でもやっぱりここに最後に残れるんですけど、人は本当にやっぱり一握りかもしれないですが、でもやっぱりこういったところにチャレンジをするというのをすごく大事にしてほしいと思いますし、そうですね、僕の知ってる人でね、19年間落ち続けて、はい、ジャパンカップには来れるんだけど19年間もここにステージで一度も登れなくて、19年間一度も、でも最後はね、日本チャンピオン、グランチャンのチャンピオンまでになって、世界大会まで行きましたからね。そうですね、やっぱり諦めない、続けるということがすごく大事なことかなというふうに思いますね。そのモチベーションを持ち続けること、それが実は一番難しいかもしれないですよね、うん、普通だと諦めてしまう部分なんでしょうけど、でもそれを頑張り通したね、彼もすごいなとは思いますけど、ぜひこういうところに ね、チャレンジしてほしいなというふうに思います。そして残り10分を切った選手の皆さんも決して最後まで諦めることなく、自分の世界を、ね、より高い完成度を目指して追求していただきたいと思います。はい、そうですね、はい、もう本当に最後の仕上げになってきますからね。そうですね、はい、もう本当に選手の皆さん、鼻先からもう汗が滴り落ちるほど大量の汗をかいていらっしゃいます。はい、なんかもう脱ぐのも忘れて無我夢中という表情ですよね。汗びっしょりですよね。汗びっしょりです。はい、そしてやはりこの、ね、もう仕上げでお掃除に入ってらっしゃる方もいるし、そうです ね、でもまだ焦ることはないんですけどね、はい、悔いのない仕上げにしてほしいですね。そうですね、悔いのない仕上げをということですが、皆さんでも本当にいいお顔されてますよね、きっと、ね、この後、うん、控え室に戻った時にはものすごいみんないい顔するんですね。終わったっていう感じなんでしょうかね。そうそうですね、でもこの限られた時間の中で自分を表現すること、はい、個性を出すこと、一つの作品を完成させること、その経験がまたさらに自分を高みに押し上げるということで、はい、この今日かいた汗というのは本当に財産になるはずです ね、会場にいらっしゃる皆さんも本当に真剣な表情でステージを見つめていらっしゃいます。はい、ただいま競技終了。
終了5分前です。はい、いよいよ5分前になりました、ね、そうですね、残りの5分、残りの5分でどうしましょう。はい、どうやねえ、なんかこう声かけたりおしゃべりするの悪いような気がしますけどね。本当ですね。はい、5分間何を考えているんでしょうかね。そうですね。でもいろいろな、まず私たちの声も聞いているような聞こえてないようなというね。多分そうだと思います。多分そうですよ。でも無我夢中ということだと思いますが、皆さんも5分精一杯の声援を込めて作業を守ってあげてください。残り5分を切りました、はい、切りましたね。この中から1番が決まります。そうですね、ハラハラドキドキ、でもね、まあ、自分の中で満足いったっていう気持ちになってほしいですね、最後まで。はい、選手の皆さんの表情をご覧ください。いますよね。ものすごい緊張するの。いよいよゴールが見えてきました。ただいま競技終了。正面から見たらまた違った作品見えるんですよね。もう横でしか見えてないので。そうですね、はい、どうぞ本当に、ね、最後頑張ってほしいですね。残りわずか時間で、さあ最後の最後まで気を抜かずに、残り時間が少なくなってきています。はい、最後まで。そうですね。
それではこれより1分間の清掃タイムとなります。この清掃タイムも競技の一部となります。選手の皆さんは清掃を開始してください。今日の競技のポイントを金沢さんにお使いに書いていただけますでしょうか。終わりましたね。もうさすがですね。やはりもう綺麗にね。そうですね。もうほぼ清掃がね、もう1分間で掃除って限られますからね、はい、やっぱり作業をしながら掃除をしていく。で最後の残りでちょっと細かな清掃をして綺麗にするという、やっぱりまた選ばれし10人ですからね。その辺は見事だと思います。作業の的確さ、そして美しさ、最後の最後まで、はい、プロとしての仕事を皆さん見せてくださいました。清掃タイム終了です。ファイナリストの皆様、本当にお疲れ様でした。皆様、ファイナリストの皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。お疲れ様でした。それではファイナリストの皆さんが退場されます。改めて大きな拍手でお送りください。社団法人 JTD 公式審査員の金沢茂さんでした。金沢さんにも大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、ジャパンカップザファイナルの審査結果はこの後午後5時10分からこちらのステージで発表されます。どうぞ皆様お楽しみにお待ちください。それでは以上をもちまして、花キューピットの一般社団法人 JTD ジャパンザ・ファイナルの競技を終了いたします。なお、この後こちらのステージでは午後3時45分からスペシャルメンバーによります本日のメインデモンストレーションを開催いたします。そして午後5時10分頃から先ほどのジャパンカップザ・ファイナル